あの話てる天だらの白川さんとメッセージャーの黒田さんが飲んでたとてるかな黒田さんって結婚前に住んでた家がロフト付きの家でベッドが自動で上に上がっていくだけでそこで下でみんな飲んでたんですけど結構ね白川さんにもう仲がいいから後輩なんですけど白川さんに甘えちゃって当時結構お酒飲んでたから黒田さんがほんま白はおもんないからのみたいな。 まあ言うてるけど、まあ、浜のおかげやからなみたいなのを後輩らの前で言うたつっんすてほんだら白川さんがお前びっくりするぐらいの大きい声で、うん、やがましとやお前っつって、うん、お,前お前仲いいからなこうやって遊んでるけどなお前なんかで切られてんねんぞこれって言うたんですよ<ら>黒さんで後輩らもこれ後輩に聞いたんですけどびってしてほんだら黒さんがその酒をもええから買ってこいって言って。うん でそれでまだ飲んだんすってで買ってこいっ,つってそこに置いとけいかいっつってレシートとお金にああいっつってでめっちゃ飲んで,で白川さんと言い合嫌になってんけどもうええわ言うてもう寝るって言ってそのベッドに乗ってね自分でそのリモコンみたいなの動かしてブイッて上がっていったんすって、うん、わもう寝るんやってでそもそも何いのこのベッドってなってでそ,のそういう話もしてたと、うん、なんでこんなにロフトに自動で上がっていくねんのよ <laughs> 老人介護やないのにみたいな言って,ってほんだらちょっとブイーンって下がってきてんの。 ベッドが、うん、うわなんか悪口聞こえてたから怒ってんじゃうかなと思って、うん、でバーンってブイーンって降りてきてんけど、うん、クラさん一言だけあのさっきの避け方をお釣り持って釣り忘れてたって言って、うん、ブイーンって上がって言ってもう一回 <laughs> どこまでちっちゃいやって <laughs> ちっちゃいなこれ伝説ですよええなにわの伝説ですよ伝説や多いねーうーん